2009年2月9日になりました、今朝も始まりました。今週も始まりましたと言いましょうか、MC 島のモーニングコンシュルジュでございますけども、今日はですね、朝日新聞の朝刊が、休刊でございますので、昨日のね、朝刊から拾ってまいりました。湘南の風、若旦那に続け何かしたい265の風っていうところで、新聞ね、社会面に出ておりました。湘南の風のね、若旦那ことニラ・シンジさんという方ね、それが向こう多頭症の支援をしているというのを知ってる方もね、知ってると思います。そのきっかけっていうのが2005年の、テレビのドキュメンタリー番組をね、たまたま若旦那がこう見てて、向こう多頭っていうのがこう患者数が少ないためにね、製薬会社も厚生労働省も、動きがすごくこう鈍くって、で、なかなかね、薬を承認してくれなかった。アメリカはそれをもうね、使って治療してるっていうにもかかわらずっていうところで、なんか自分でできないかなということでね、まずは湘南の風バンドですから、ライブでね、病名をこう叫んだりとか、それから、街頭の署名などをこう集めたりとかして、さらにはね、ライブ支援ライブをこうやったそうです。まあ、そんないろんな動きがこう相まって、2007年10月、増添厚生労働大臣は薬の早期の、ね、承認を、表明してくれたということです。で、そのライブも成功して、じゃあ今何やってんのかと、たくさんの、ね、人にこうそれを知らせるっていうところはこう一段落して、今はね、大学で一つ一つこう講義をしていって、なんか少ない時にはね、十数人だったみたいですけども、その若者の中のね、何かをやりたいっていう心にこう火をつけているということだそうです。私もね、NPO を通じてみんなの本当に力をこう借りて、1700人ぐらいのイベントをね、やらせていただきましたけども、それを超えたところで今寺子屋構想をこうやらせていただいてます。で、すごくこう似てるなと思う部分がありました。大きなものをこうやって、一段落して次何やらなきゃいけないかって思った時に、小さい人数でね、自分の声が届くようなところ、そういったところでこう何かやりたいなっていうふうに思いました。なんか機会があったらね、この湘南の風の若旦那にも会って、なんか一緒にできることないかななんてお話ししてみたいなと思ってますね。みんなもなんかこう小さいところからなんかスタートできたらいいんじゃないかなっていうふうに思いますね。で、そんなようなのとすごく似たのが今日の質問コーナーなんですけど、なんで島先生いるんですかというところですね。こう深いです、これ。簡単にはなかなか答えられない。なんで自分は存在するのかというのは、もうこれ人生最大のテーマですしね、大人でも自分の人生こうなんだっていうことをなかなかこう言い切れないでしょ。で、私自身もいろんなところで話す機会があるんで、ちょっとは考えてますけど、これ最大合ってんのかなっていう、これが最高の答えなのかなってちょっとよく分かんないんですが、自分のね、辿ってきた人生、ヒントがあるだろうというところで、ここですね、私自身は、ローカルパーソナリティの新馬正治という父親と、それから、養成学校の先生をしました、新馬通夜子の長男として、生まれてきてるんですね。で、もう一人こう弟、これはもう真面目な会社員として今働いてますよ、大手の企業で。で、同じじゃないですか。同じ親なのにもかかわらず、私はちょっと変わった先生になっちゃったと。で、彼は真面目な会社員になったということですよ。で、こういうことですね。本人の解釈、どういうふうに解釈するかによって人生は変わるということです。ここを見ていただいて、芸能人ですから、仕事は安定しないし、正直言いましてね。で、いろんな人生の冒険家です。議員にも挑戦してね、大変な目にもあったりとかしました。で、そういった時に迷惑かかるのはうちのね、母親ですよ。いろんな面でのこう尻拭い的なこともしなきゃいけないこともたくさんありましたよ。で、そういうのを見ていて、真面目な弟の方は、コツコツやんなきゃいけないんだなというふうに学んだと。私の方はどちらかというとね、こちらの方色濃くこう、引き継いでしまいまして、人生はね、いろんなことに挑戦した方がいいのかもしれないななんていうふうなところをこう多く学んでしまったということですね。さらにはこういう人もいるんです。新馬久志さん、新日本プロレスの元の、営業本部長さん、アントニオ猪木のね、
マネージャーもした人です。まあ、こういったこういろんなところで大きな事業をこう成し遂げたりとかしてる人をこう見ていて、人生なんかね、自分にできることあったらなんか面白いことやりたいなっていう大きな夢をちょっと見すぎてる部分も、このね、新間武彦さん、私にはあるような気もしてますけどね。で、こちらですね、じゃあ何かなというところで、こう、なんかこう、わからない、当然です、人生はね、そんな、人生経験少ない中ではなかなか難しいと思いますけども、これだと思うんですね。自分が嬉しいなって感じた時にね、みんながありがとうって言ってくれるような、この連鎖ができるものがあったり、ありがとうってみんなに言ってくれても自分が我慢してるようなことだとすると、これ長続きしませんからね。喜びとありがとうをね、こういったものが増えるかどうかっていうのを考えてみるといいですね。で、私の場合ね、これね、まあ人生マラソン折り返しすぎましたということで、これはちょっと大人向きになっちゃうかもしれませんが、赤ちゃんから生まれてきてね、私ね、88歳で、もう本当に眠るように死んでいくというのは、これはね、私の理想なんですけども、マラソンのね、もう44歳過ぎましたんでね、ここら辺に今いますから、こう、ピークを超えてるわけですよ。で、ここまでっていうのは学びをしながらずっと人生のこの山をね、登り上がっていく時期だと思っています。で、じゃあこちらの方はっていうと、放出の時期ですよ。今まで得てきたものをこう放出していく時期です。つまり社会に還元していく時期だと思ってるんですね。ってなった時に、今まで学んできたものを返していくっていうので、まあ、今としては教育っていうところずっと来ましたからね。教育で何かこう還元できたらなっていうふうに私は思ってます。さあ、今日ちょっとね、長くなってしまいましたけど、皆さんはね、どう考えているでしょうかね。何かありましたら、ぜひ私の方のこのコーナーにね、意見も寄せてください。それじゃあ今週も元気でいってらっしゃい。